ですね、もうかなりあの一発がある選手で、空手の技ですね、それこそ、はい、あのバックスピンキック、後ろ蹴りとか、ね、あの蹴りの多彩な蹴りに加えてパンチも切れあって掴んでの膝の1回まで倒せる選手なんで、かなり、面白い試合になると思います。そうですね。さあ、これからオープニングファイト第2試合、バンタム級55キロ級の3分3ラウンドの一戦が行われます。こちらが青コーナー、ここまで2戦 2KO 勝利の大森龍之介、対する再戦になります力也、第1ラウンドが始まりました。向こう側、えんじのトランクスを履いているのが力也、そしてグレーのトランクスが青コーナーの大森龍之介です。まずはプレッシャーをかけていきます。大森ミドルを出していきます。ーローを返します。力也、お互いあれですね、あの最近流行りのカーブキックですね。そうですね、お互いカーブキックを今蹴ってますね。やっぱりまずはお互いにカーブを出していきます。ともに右のグローブを引いています。オーソドックススタイル、一気に前に出ていきます。大森、青コーナーの大森は去年1月にプロデビュー、その時には成人式を欠席してプロのリングに臨みました。見事 KO 勝利を飾りました大森龍之介。対する赤いテープを巻いています力也です。24歳。これちょっとカーフが嫌、はい、な感じですね。まあ、カーフ一発当たっただけでもかなりダメージ残るという話です。そうですね、はい、ちょっとね、大森選手一番最初のカーフ一発ちょっといい感じにもらっちゃって、はい、少しあの効いてると思いますよ。これですからカーフ効いてくるとパンチの威力というのも少しなくなってくるが、前に出ていきます。プレッシャーをかけていくのは大森。そうですね、ナイス、キレがありますね、攻撃に、はい、さあここもショートレンジでもパンチを出していきます大森です。このカーフ、お互いカーフ蹴り合ってますね、はい、このふくらはぎのあたりを重点的に狙ってきます両者。右が入りました、リキャの右、ここは体勢を入れ替えます。ラスト165センチの力也に対しまして175センチの大森、この階級ではかなり長身ですよね。大森ですよね、はい、両選手の身長差は10センチあります。左を出していくのは力也、バックスピン、バックスピンキックを狙っていきました大森です。いや、この辺りのこの蹴りの多彩さというのも大森の持ち味の一つですよね。そうですね、パッチも強いですね、はい、右を打ち抜いていきます大森です。やっぱ正直ちょっとテクニックはね、はい、大森選手の方があるかなっていう感じなんで、力也選手はね、こうガード固めて、はい、ね、それこそカーフから狙っていきたいですよね。ミドルを出していきます力也、大森のハイキックはすぐ切ります。ここもカーフを狙っていきます。そうですね、もう結構これ一点狙いできてますね、はい、膝がボディに入りました大森。ここで第1ラウンド終了。この第1ラウンドはお互いにそのカーフから入っていきました。まあ今この格闘技界を席巻しているカーフですよね。そうですね、これね、あんまりこのみんなまだあの防御策っていうのをね、はい、思いついてないというかね、結構有効にみんな食らっちゃってるんで、みんな結構蹴ってますよね。その体勢だったりスタイルでだいぶそのカーフの効き方っていうのも違うみたいですけどね。そうですね、前足に体重が乗っていると、あ、ナイスですね、お互い蹴ってますね、はい、かなりダメージが残ってくるという話です。まあ、でも大森選手がね、途中からやってたこの足の引くバックステップのディフェンス、はい、これはうまいですね。結構このバックステップで透かして、力也選手がバランス崩したところに、攻撃を打ち込んでるシーンが何度か見えたので、ああいうのをやられると力也選手もカーフ蹴りづらくなってくると思いますね。ですからそのあたりは大森もかなり冷静に試合進められているというところでしょうか。肩コロを背負ってな力也がワンツー、今左フック良かったですね。前に出ていきます。飛び込んでのパンチを見せていきました力也。
力也選手はね、このあんまり下がりすぎたくないですね、はい、プレッシャーずっとかけられたくないですね。どんどんと第1ラウンドからプレッシャーをかけているのは、ちょっと聞いたな、はい、大森ですが、第2ラウンドダウンを奪われました力也。いやナイスバックローズね、はい、あれですね、その前のカーフキックが効いたっすね。確かに直子さんもあこれ効いたなっていう話しましたよ ね。ここは左フックから入る、左のダブル、いいパンチが入ります力也。力也選手いいですね、もう最初からこっちの方が良かったってぐらいこう言ってほしかったですね。先ほどはダウンを奪われました力也ですが、いいパンチ入りましたね。そうですね、積極的になってきちゃいましたね。なんかおい、ナイス三日月、ここはボディをえぐっていきます大森。ちょっと効いたですね、少しボディ効いたか。あ、膝をボディを狙っていく大森、右ストレート右ストレート、左アッパー、腹効いてるっすね。でもこのバックブロー、いやー距離感的にはバッチリ合っています。完全に倒しに行ってますね大森選手が。あんまりノーガードで行くと力也選手もねパンチまだ狙ってるんでね、はい、怖いとこもありますね。力也もいいパンチ持ってますよね。ありますね、左フック特に上手ですね。ここ相手を押し返していきました大森です。ここでね大森選手一回落ち着いて、ね、はい、腹とか、ね、カーフとかいろいろ散らしていきたいですね。まあ、第1ラウンドから大森はカーフ、それから三日月バックブロー、多彩な攻撃を見せています。そうですね、まあ、でも全然ねこう今一息ついて落ち着いてますね。はい、おい、ナイス。またカーフを狙っていきます力也です。ただパンチが入ります、大森プレッシャーをかけていく、いやー左ボディそして最後は左フック、ナイスボディ、いや綺麗に今入りました。いやあと40秒倒しに行きたいですね。第2ラウンドまだ時間はあります。40倒しに行くと思いますよ大森選手。さあ前に出ていく、い前に出ていく、強いですね。パンチを運回します、当てていく、右ストレート、ここで止めた。いやかなり爆発力ありますね。はい、いや本当にねこれオープニングファイトのレベルじゃないですね。ここまで2戦に KO でこの横浜アリーナに乗り込んできました大森。いやこの試合も KO で決めました。素晴らしいですね、もう今年中に確実に、ランカーになって、はい、あの上の方の選手とやっていくと思いますよ。いやその攻撃の多彩さ、それから破壊力、これはもう本当にこれから楽しみな選手ですね。楽しみですね、もうこの爆発力、55キロでこの階級でこんだけ倒せる爆発力がある選手なかなかいないんでね、はい、この今後ランカーと、ね、やっていくのを見たいですね僕自身。力也としてもいいパンチは入っていたんですけれどもね。そうですね、はい、あのいいシーンもかなりありました。全然あの悪い選手ではないので、力也選手もまたライズで見たいですね、はい、それにしてもこのオープニングファイトですけれども見応えありましたね。大森選手すごいですね、あのマイク求めてますからね、はい、喋らせてくれとこの、ね、オープニングでこうマイクを求める選手なかなかね気持ちが強いですね。そうですね、なかなかオープニングファイトではこうマイクでスピーチするという場面はないんですけれども、ここはでもどうしても喋りたいという気持ちがもあるんでしょうね。まあ、何かねこう喋りたいことが言いたいことがありそうな感じですよね、はい、さあここでマイクが登場しました持ってきてくれましたね。オープニングファイト2戦目大森のスピーチです。オッス X ジェムの大森龍之介です。時短なんで早く終わらせたいんですけど、今回で3戦目3勝3 KO で来れたんで、次ライズの下の方で試合もしてないランカーお願いします。絶対僕の方が強いんで盛り上げましょうよ。おっす、ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。さあという大森のスピーチでしたけれども、直子さんどういう風に聞きましたか。いやもうやっぱ僕の言ってた通りですよね、はい、次ランカーと見たいですよね、やっぱ僕自身ももういいと思います。それぐらいのレベルというか、まあ、見たいですよね本当に。その試合を大森としてもでも今日の試合は本当に自分の中では納得のできる形だったんでしょうね。そうですね、もうまあ、下手したら今年中にね本当にトップランカータイトル戦線に絡んでいってもおかしくないぐらいのねあの爆発力はあると思いますね、
オープニングファイト第2試合、力也対大森龍之介は大森龍之介の2ラウンド KO です。